Pass the torch 高橋3月です。えぇ、ー、これは3月に書いていました。多分、アメリカの学生は春休みを楽しんでいますけど、日本では卒業の時です。昨日、卒業の横を見ました。よかったです。3年生のために2年生は発表の準備をしました。 お別れかいね。アメリカでは、卒業生は後輩に発表の準備をします。漢字が違います。ここから、今日の英語の関与動く。pass the torch。日本語の直訳は、10日を投げ合うです。意味は、多くの人に義務や義理とかを託すことです。 カーニョーのもとは古代ギリシャの10のレースです。このレースで各チームは10日を持たなきゃ。第1走者は10日を持ちながらレースを始めます。第2走者に向かって走ります。第2走者と会うとき、第1走者は第2走者に10を投げます。勝ってください勝つ義務を託した。 卒業生も義務を託します。卒業生は学生の年長者です。来年、次の卒業生は学生の年長者になります。学生導く義務を投げ合います。この慣用語句は後継のために使います。どう思いますか ?Pass the torch お聞いたことがありますか日本語で同じ関用語がありますか教えてください